はい、皆さんどうも、おはこんばんちはタッカナです。はい、じゃあですね、ようやくちょっと動画を撮れる時間ができたので、今年初のお知らせ動画としてちょっとアップしたいと思います。はい、ですけど、改めまして、今年もタッカナチャンネルをよろしくお願いします。はい、ようやくまあ年明けてか、もう2ヶ月ぐらい過ぎてますけど、ちょっとお知らせ動画ちょっとあげます。はい、なんですけど、今回のちょっとお知らせ的にはなんですけど、僕、F 藤尾の大選手の感想をやってますよね。はい、ちょっとそれですね、ちょっと、もう一回ちょっと、一から作っていきたいなと思います。理由としてはですね、なんか、なんでしょう、なんだろう、いい加減にやっぱり、読んで、感想をババーンってやって、勝手に星つけたりとかしたことが、ちょっと自分なりにちょっとなんかダメかなと思ったので、ちょっとまあもう一回やり直します。あと星黒さんももうなしにして、もう一回普通に僕の生で感想したいと思います。まあ、感想というよりもまあ僕の読んだ感想なので、そこまでバカみたいに否定はしません。はい、バカみたいに否定はしませんので、まあ気軽に見てくれればいいかなと僕は思っております。だからまあ僕とも全ての作品を否定するわけではありませんよ。今ドラえもんとかパーマンとか全部の作品はこれはダメだみたいなことは言わないんですけど、やっぱりまあなんかそこまで言っちゃう人、なんか悪い人も言うかなと思うので、ちょっともう一回改め直して藤子 F 上大選手の感想をもう一回一から作り直していきたいと思います。それが一番の第一の感想です。でまあ、あとはどこか行った時にはやっぱり駅紹介だったなとか、まあ、あとは、まあ、今年もなんやかんやでいろんなことをしていきたいと思います。はい。わけで、藤子不二雄大選手の感想なんですけど、前まででした、全16ぐらいまであった、やつは、一回全部削除して、はい、一回全部削除していただきます。で、そこから、また新しく、もう一回、まあ、作品ごとにじゃんじゃん紹介していきます。では、僕的には、やっぱ、前巻、作品の、一作品、前巻読み終わったものを紹介します。ちゃんと読み終わって、自分もちゃんと感想を言える状態になったら、じゃんじゃんちょっと言いたいと思います。ちょっと最近時間が取れなくてね。はい。そんなわけで、今回は、こういう、ちょっとまあ、今年初めてってことで、まあ、初めてではありませんけどね。まあちょっと今年ちょっと、ようやくちょっとこういう話する場があったので、ちょっとお知らせ動画です。はい。そんなわけで、今回の動画終わります。タカナちゃんでした。バイバイ。さよならー。